激励するという思いで集まっていただきました。本当にありがとうございます。もう本来であれば新道団長がここに来て皆様に本当御礼を申し上げ、そしてご報告をするところですけども、どうしても今日他に用事があるということで、あとで稲田先生からもご報告あります。まず最初に私医学の先見代表でしたので、まず先見代表を務めさせていただきます。でも今日皆さん暑かったでしょ。暑かったですよね。私あの医学様で体感した一番暑い外気温は64度だった。それと比べるとまだまだ暖かいですよね。という感じがしませんけども、この会場、本当に皆さんの元気で本当に熱い、これが日本、皆さんはそう思いませんか。ありがとうございます。そして今日皆様に最初に一つお知らせがあります。8月12日に韓国の、国会の方で予定されていた、竹島の対策委員会、これが悪天候を理由に中止になりました。でも本当に悪天候が理由かどうか分かんないんです。ヘリコプターは飛ばないっていう話らしいんですけども、別に原因であったりとかです。雨は別に原因には関係なくて、何の高さ高いか低いかだけですから。でもこれは我々稲田先生、篠本先生ともに、なぜ8月1日に行ったのかという一つの目的はですね、8月12日のこの委員会を何としても阻止したい、そのためにはこれより早く行かないといけないということがあります。我々は今回向こうに入国拒否ということになり、韓国の方でも大騒ぎになります。で、大騒ぎをした結果、韓国の国内の失敗したかな、ちょっと騒ぎすぎたかな、誰かというと、日本と韓国の間に竹島という領土問題があるということが国際社会にバレてしまった。韓国は領土問題あるって言ってないんです。日本は領土問題だって言ってますよ。で、そうしてもう一つは日本国民にバレてしまった。笑えないような本当の話です。日本国民にも竹島問題があるということをまだまだ知らない人がいる。この前の青年会議所、日本青年会議所は高校生400人にアンケートを取りました。北方領土千島の地図と竹島ウルルン島の地図と尖閣与那国の地図を渡して国境を引いてくださいと言ったら、3箇所正解したのはたった7人、400名中7人ですよ。で、一番正解が低かったのは竹島なんです。で、理由は子供たちが言うのだって習ってないもんだ。学校の教科書一つとってもまともに領土問題を正面から教えていないんです。そうでしょ。で、私の経験から言っても、大体明治維新が終わったぐらいでもう歴史の教科の授業終わりですから。縄文時代がずっとやってくると、いつの間にか時間がなくなって明治維新で終わり、でも本来であればもう近現代史を教えてから縄文時代に、これは大事だと思いませんか。でも結果として騒ぎすぎたために、これが大きな問題になってしまう。これでさらに国会を開いてしまったら、竹島で開いたらもっと大きな問題になるということで、結構向こうから世論の中にもメディアの中にも、もっとこれを抑えるべきだ、見送るべきだという論調が出たんです。これは我々が行かなければこういう論調が出なかったんです。で、さらにおまけがあって、韓国の民族の伝統的な服を作っているデザイナーの方がいます。女性の方、あれも竹島で、彼女も竹島でファッションショーをやろうとしていた。これも中止になります。いい時にはいいことがもう重なるもので、本当に日本にとってはもうその2つのイベントが中止になったということは、先読みですけれども、やっぱり行動を起こさなければ物が動かないんです。扉は叩かなければ開かないんです。で、今回我々が向こうに行ったというのは、韓国の人たちは非常に驚いた。
韓国政府もびっくりした。なぜならば今まではこうやめてくれって言ったら大体日本の政府は昔の自民党を含めて大体しなかったんです。特に民主党政権になってから社内外交をずっとやってますから、もう日韓併合100年の謝罪談話とか朝鮮放出1の中途半端な返し方とか文句を言えばすぐ来てなかったのに、今回言っても実際来てしまった。そういう部分がある。だから慌てたんです。後で詳しく稲田先生から説明ありますけど、向こうに我々が行って入国拒否だ、何の理由も我々の、行動の目的もあるいは内容も何も聞かずに入国禁止です。じゃあその理由を教えてください、法的根拠を教えてくださいと言ったら、その法的根拠まともに準備してなかったんです。慌ててこの書類を持ってきて、しかもハングル文字ですからね、我々分かんない、なんと日本語と英語に直してくれじゃないと分かりませんから、これまだ時間がかけるわけです。で慌てて向こうを準備してきました。で向こうの条文、まあ、我々はテロリストみたいな条文なんですが、後で稲田先生で詳しくありますけども、今日はまともに説明できない。じゃ我々の行動、どれがこの条文に当てはまるんですか。まだ1週間以上経っても回答がないんです。これは実は韓国政府が一番弱点なんです。法的根拠を示してくださいと言われても無理なんです。もう一番大事なのは入国拒否ですから。なぜかというと、空港でいろんなデモがあったでしょ。200人ぐらいいたんですよ。ほとんどのプラカードとか横断幕、日本語じゃないんです、英語じゃないんです、韓国語、ハングル文字で書いたんです。意味わかります。日本に我々とか他にいるなら日本語とか英語で書くべきでしょ。彼らデモ隊がほとんどがハングル文字なんです。韓国語ということは彼らの訴えたい相手は誰なんですか。韓国政府、国民なんです。今回はこれはどちらかというと国民運動なんです。韓国国内に我々に対して言うなら、しっかりデモやるときは文字を考えるでしょ、相手を考えるんです。今回は要は国民運動的になっている。大事なことは我々をまともに入れてしまったら、まともに入れてしまったらある程度警備もしないといけない。一番突き上げられるのはどこですか。韓国政府でしょ。大統領が一番責められるわけです。だからもう理由もなく言えない、これが一番韓国政府にとっては一番安全なやり方だったのかもしれません。だからみんな運動は全てどちらかというと国民向けに規制を上げて、そのターゲットは我々だけ。皆さん冷静に考えてください。金浦空港、あそこで200人のデモが入ることができる、おかしいでしょ。いや逆に考えたら羽田空港の空港の管理区域内に200人のデモ入りますか。絶対無理です。そこで案内に横断幕で、燃やすとできますか。空港ロビーで我々3人の缶オケを持ってそれでみんなで規制を上げる。それは韓国の貢献力が黙認してるんですよ。でしょ。だから今回もう分かってるんですよ。これを韓国がまともに我々に入れて英語をしたら全部その矛先は韓国大統領に来る。だから止めたんです。もう法的根拠はどうでもいいんです。私はそういうふうに横断幕との彼の行動を見てそう思います。だけど冷静にもう一個考えると、彼らが失敗したと言ってますけども、我々日本国民の問題でもあるんです。自民党も反省もしないといけません。領土問題をこれまでずっと戦後先送りしてきたのも自民党ですから。そうでしょ。そうなんです。教育もそうなんです。そこは主権国家としてやっぱり主張すべきことは主張しないといけない、守るべきものは守らないといけないのは当たり前なんです。それやってこなかった。あんだけの韓国が領土問題あるいは歴史竹島をちょっとかすっただけでみんなでこう盛り上がる、我々の入国
この地域としては正しいという世論調査が多い。それに引き換え、我々の羽田空港2億人、十数名。ありがとうございました。ありがとうございました。これを見て、韓国のメディアは驚いたそうなんです。え、これしかいないの？この差、要は、やっぱり、今度は壊れているのは我々日本なんです。日本が、日本人、我々が、領土とか主権、国益、国ならっていうものに、どういうふうに向き合うんだ。それは今回の領土の国境の、日本青年会議のアンケートでも分かるように、やっぱ我々の問題なんです。当たり前のごとく、自分の家族は自分で守る、自分たちの地域はみんなで頭を使って良くする、自分の国は自分で守る、当たり前のことをやらないといけない。これの代表が本当は政治家なんです。私は自衛隊出身です。国民の防衛意識を超える防衛力は作れません。国民の防衛意識を超える防衛力は作れません。なぜかというと、国民の代表が政治家だから。政治家は全部軍民統制というので決めます。安全保障も外交もみんなそうです。国民の外交意識、領土意識を超える外交交渉はできません。外交の後ろ盾は国民の世論です。だからこそ我々政治家は、でもそれを国民のせいには絶対してはいけないんです。政治がリーダーシップを発揮して国民に説明をする、行動で示すことによって、やっぱりそれは逆です。そうでしょ。ただ、こうなことは今の日本のリーダー、全く逆ですから。鳩山首相も、韓首相も、どちらかというと個人の権利、個人の幸せを国家元首から守るために頑張っていた人が官房長官とか総理大臣やってるんです。つまり国家元首は悪だ、悪いものから個人を守るんだ。民主党の政策中、インデュース中、みんなそうでしょ。個人、個人、個人、その国家権力が悪いって言った人間が国家権力の座についた。考えてないんですよ。まともに国とか国なら国益、主権、領土、まともな外交安全保障できるわけないでしょ。これはその2年間全部裏目裏目、想定外、想定外、想定外、当たり前です。考えてないんですよ。想定外が知りたいんですよ。典型的な例が中国人の尖閣処理の処分保留の釈放です。あ、釈放したら、あ、これで中国はこれで反応が良くなるだろうと言ってます。ところが釈放したら、今度は中国政府の主張はぶつけてきたのは日本だ、悪いのは日本だから謝罪と賠償を求める、今までよりも高い要求してきた。びっくりした。想定外だ。でも当たり前でしょ、これ。それが中国人。普通は主権領土っていうのはリーダーが体を張って守りきってそのままなんです。当たり前でしょ。それをそれが普通、対立したらこう平行線のままが普通ですよ。自分が悪くないのに頭下げたら向こうが出てくる、当たり前でしょ。だからあの人たちはまともに国柄とか主権領土を考えたこともないし、人を使ったこともないんです。会社を経営していたら当たり前に分かることが、非常に考えてないから想定内が小さいからこうなってしまう。で、そういう人たちが本当に日本を守れるか、絶対無理です。そうでしょ。だからこそやっぱり保守が本当の保守、自分の国は自分で守り、自分たちの地域はみんなによくする、自分の家族は自分たちで守り幸せにするんだ、家族、地域、国ってこの縦軸、これを持ったら政治家がもっともっと生まれないといけないし、これを皆さんと共にそういう国民運動として広げないといけない、そう思います。違いますか。そういう意味で皆さんは強くたと思います。じゃあ今日本当にこの日の丸を手にしては非常に恐縮なんですけども、やっぱりそういう方々が今どん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 目覚めて、やっぱり当たり前のことを当たり前でやるでなければ本当におかしくなってしまう。だからこそやっぱり私は自衛隊出身ですけど、教育っていうのはものすごく大事だと思う。やっぱり教育を立て直さないといけない。だって今ちっちゃな子供に子供のアンケートを取ると、将来何になるのって言ったら何にもならないって言うんです。どうしてっていうと、
お父さんお母さんのように生活保護を待ってくださる日本ですよ。でも振られちゃうんですよ。おかしいでしょ。だから今民主党政権のようなことがどんどん言ってしまったらおかしくなってしまう。子供であれだってそうです。あれなんて本当にあの子供であれで子供は幸せになりますか。ならないでしょ。で去年ある福岡に行った時に中学3年生と話すことがありました。この子供先生どう思うって言ったら、佐藤さん僕反対。なんで反対なの。だって佐藤さんあれね、お父さんお母さんって僕に来ないって。でもそのつけは全部僕は払わないといけないんだと。よく知ってますよ。だから佐藤さんこれはなんかいい財政的な事情虐待ですよって。君政治家になった方がいいって。本当怖いでしょ。今子供は今から、ね、自分さえ良ければいい、今さえ良ければいい、俺俺物物金金になっていったら本当に日本が溶けてしまいます。そうでしょ。当たり前のことは当たり前じゃなくなってしまう。それも夫婦別姓もそう、あれもおかしくなってしまう、ね、たまに閣下が呼ぶ間にあの頭悪い人政治家見て本当に一体名前が覚えられません。高橋さんの奥さんが救いしたんで、渡辺さんの奥さんが佐藤さん、わけわかんなくなってしまう。外国人治療産制限がそうです。皆さんあのテレビで事例を見ましたの。あの我々が入国拒否国の韓国のロビーのあのデモ、ああいう方々産制限与えて大丈夫です。そういう話なんですよ。そうでしょ。だからやっぱり自分の国は自分で守る、自分たちの地域を本当によくしようと思ったらダメなんです。やっぱり当たり前の日本を守らないといけない。だからこそ私は今回あの日本が逆に問われている。これからいかに主権領土国益を守っていく、国柄を守っていくか、その根本はやっぱり教育です。いかに教育を守っていくかと思います。で、最後にいつも講演で最後に読むんですけども、これを読んで私の報告とさせていただきます。父や母に紅葉を尽くし、兄弟は皆仲良くし、夫婦はお互いに助け合い、友達同士は互いに信頼し合い、人に接するときは礼儀をわきまえて接し、自分自身をつましく行動せよ。また多くの人には博愛の心を持って善行を行い、勉学に励み、仕事には精を尽くし、そして自分の知識の向上に努め、道徳を守って心を養い、自ら進んで社会公共の利益のために力を尽くし、公の仕事をするための努力をせよ。そして国の法律を守り、さまざまな規則に従い、万一非常事態が発生した時には国家社会のために自らを犠牲にしてことにあたれ。これ何か終わりますか。法律直後の現代のやつです。これがやっぱり日本の子どもの教育に必要だ。この精神があれば日本は守れるんです。そうでしょ。今回の東日本大震災のあの私の被災地の一つの福島の出身で今日も福島から帰ってきましたけども、やっぱりみんなでこう譲り合い、本当にいたわり合う、この教育局の精神がまだまだ残っている。そういうものを本当に今我々が逆に問われている。でなければ日本を守ることができない、溶けてしまう。そういう思いで皆さんともに今後とも自分の国は自分で守る、自分たちの地域はみんなで良くする、自分の家族は自分で守り幸せにするんだ、その根底は教育だということを、その軸に今後とも皆さんともに汗をかく。今回はまず第一歩ですから、そのために今後とも汗をかくということをお伝え申し上げまして、ご報告をさせていただきます。こちらの